待てこらって、え、じゃないよ。今ワイハクソンって言ってたろうが。うん、そうですかね。聞き間違いじゃないですか。多分、聞き間違いじゃなさそうですね。実は今オープニングのリニューアルを考えてまして。それで企業名差し込むって発想には至らねえだろうが。他には、ここにサブミッション書いたり。ああ、タイトル、ゆかり先生劇場、ショートコント、お手軽大変身のオープニングに書いてたやつな。気づいた人おるんかいな。いや、実は回答してくれた人がいたんですよ。え、すごい、みんなほんま優しいな。お礼にこれあげる。やめろやめろ。視聴者さんに嫌がらせすんな。やっぱりオープニングなんで、出演者全員集合とかどうです？圧が強すぎる。あ、ちょっとそこの君もうちょい横にずれようか。え、こうですか？そうそう。誰だよ、あなたは。伝説のクリエイティブクリエイター。なんかすごそうな肩書きやな。の親戚さん。じゃあ一般人じゃねえかよ。オッケーオッケー、スペース空いたね。よっこい。翔一。おめえが入るのかよ。取りますよ。はい。バター。さっきからおっさんくせえなクリエイティブクリエイター。撤収。君たち撤収や。ったく、これ以上変なの増やしてたまるか。ほんと困りますよね。お前がその最たるものなんだよ。あはは、怒られてやんの？君も問題児だけどね。ほんと困る。もう突っ込まないよ。で、結局オープニングどうすんねん。あ、ひらめきました。あ、やばいです。マジで誰もやってないオープニング思いつきました。目から鱗です。逆転の発想ですよ。このオープニングの時に。エンディング映像を流せばいいんですよ。これもうわかんねえな。天才